さあ高坂の登場です。相手はあのヒョードル、強豪であります。高坂ガード上げた方がいいですね。あ、そうですか。おー、右のストレート打っていった。これ切れた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 、ま、切れました。どっちがヒョードル、ヒョードル切れました。ヒョードルが切りました。タイムタイム、あと止めましたね。今バッティングあったんですね。じゃあちょっとこれはなんか嫌な予感ですね。今日結構あのパンチでカット多いですね、うん、バッティングかな。位置からするとパッティングっぽいですけどね。高坂の右のストレートはね、あの空を切ったと思うんです。切ってました。その勢いで多分、あ、でもかすったら、かすったら切れやすいですね。うん、あるいはその勢いで頭が当たったか。ストップですね。あーとっと、ストップ、ゴングゴングゴング、すぐ鳴らさないと。あー、アクシデントによります高坂剛選手の勝ちでございます。うん、いいラッキーですね。はい、いいですね。ヒョードルのちょっと力がね見られなかったのは残念です。